はい、来ました。これアルコール何度ですか？25。いや、どうも東海の哲也と夢丸です。カメラマンリョウです。皆さんね、これ多分動画見てる人は多分中高生の方がね多いと思うんですけども、お酒を飲んじゃいけないじゃないですか、ね、あなたたちは。すいません、でもだいぶ飲んで羅列が回ってるんですけども口で言われてもね、何がダメかっていうのは分かんないと思うんですよ。なので、こうお酒を飲んでいい年の僕たちがめちゃくちゃお酒を飲んで怖さを、身をもってね、証明したいと思います。ってことで、今先ほど冒頭で言った通り、こちらにねカルーアミルクっていうアルコールが強いね、強いですね、その原液ですね。原液がない版カルーアです。今からこれを飲んで、で家に帰ってさらに飲んで、飲んだ瞬間に僕らである対決をして、20歳の男がお酒を飲むだけでこんなことになってしまうかっていうね、なんかしてもらうとしてもらいたいと思いますので、じゃあ飲みましょうか。はい、なんだかんだあのチャンネル登録者数20万人突破ですから、20万突破おめでとう。皆さんありがとうございます。ドライバーデュオは飲まないんでね。ああ、いっぱいね、美味しいんですよ。あ、美味しいね。なんだっけ、あのさっきのさ、おしゃれな、今どんどん乾杯って言ってって、乾杯早いな、喋ろう俺喋ろうとしてんのよ。先に元気飲もうか。カルーアです、ね、匂いでもう吐きそう。夢丸はお酒強いんだけど、鉄也もうね、いつもとちょっと違う雰囲気でなんかグダグダやってるなと思うかもしれないですけど、本当に酔っ払いってどうする。現役飲んだから多分もうね、俺らろくに話せないから、最後になんかちょっとろくなことを話したもん。ろくなことね。哲也、はい、20万人おめでとう。いや、自分メンバーだよ。20万人あぶない、耐えてるよ。20万人ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。いただきます。はい、ごちそうさまです。じゃあ、哲也の家に移動しましょう。いただきます。いただきますって言った。うわ、先生大丈夫？牛すじの味がする。お前ゲロフライブしてんじゃねえよ。あ、これ全貌細工だ。吐いたらスッキリしたわ、普通に。ちょ待って、お前喋らんでゲロ臭すぎる。ま、マジで普通にスッキリしたよ、俺も。全然匂いしないよ。もう離れて、離れて喋って、離れて。離れて喋って。待ってよ、はい、皆さん見ていましたか？皆さんもこのような音にはならないようにしましょう。はい、はい、では次のダメな音の例はこちら。皆さんこんばんは、国家秘密特務機関セレブ総大将の